離島60年を迎える大会である第82回自由民主党大会にあたりまして、自民党総裁としてご挨拶を申し上げます。今回もすべての都道府県連から日頃各地域で力強く自由民主党を支えていただいている皆様にお集まりをいただきました。昨年の総選挙、本日お忙しい中お集まりをいただきました皆様をはじめとして、全国の党員、そしてたくさんの支持者の皆様の熱いご支援を賜り、私たちは291議席を獲得することができました。現行の選挙制度が始まって以来初めて、2回連続して290議席以上を獲得し、与党で連続して3分の2の席を得ることができました。ここに党を代表して皆様に中心より厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。師走の大変お忙しい中、雪の降る中、寒風吹きすさぶ中、一枚一枚ポスターを貼っていただいた皆様、集会に参加者を募るため顔を出しておくれよと、一件一件一人一人にお願いに回っていただいた皆様、また時には嫌な思いをする電話作戦や、あるいはビラ配りに参加をしていただいた皆様、そうした皆様のお力をいただき、ここにいる国会議員はこのバッジをつけることができました。このバッジに詰まった皆様の汗や思いや真心や希望、この重みを私たちは日々かみしめなければなりません。ここに国民の負託に必ず応えていくということ、そして選挙戦を通じてお約束したことは一つ一つ必ず実行していく、そのために全力を尽くしていくことをお約束申し上げます。先ほど、与党公明党の山口代表から温かいご挨拶をいただきました。風雪に耐えた堅固な連立政権の基盤の上に、これからも着実に実績を重ねてまいります。また経団連の榊原会長には経済界を代表してご丁寧なご挨拶をいただきました。昨年榊原会長にはリーダーシップを発揮をしていただき、賃上げを実現していただきました。また今年の賃上げをお約束していただいています。まあ、どれぐらい上がるか、先ほど榊原会長のお話を伺っていて、なんだかいい予感がしてまいりました。大いに期待させていただきたいと思います。またまさに世界を明るく変えた天野先生から素晴らしいお話をいただきました。第2、第3、第4の天野先生が陸続と登場するイノベーションに満ちた日本を作っていきたいと思います。話はガラッと変わりますが、谷垣幹事長は昨日お誕生日を迎えました。私は敗戦から9年後の昭和29年9月21日に生まれました。まあ、ちなみにここにおられる麻生副総理は1日前9月20日だったと思います。もし9月にまでこの日付を覚えておられる方がおられたら、頑張れよと声をかけていただけたら大変嬉しいと思います。私が生まれた1年後昭和30年11月15日に自由民主党は結党しました。結党に参画をした自由民主両党は犬猿の仲と言われていました。三木武吉は10年も統一された党を維持できればマシな方だろうと言ったそうであります。しかし三木武吉の予想をはるかに上回り、自由民主党は60年の歴史を刻んでまいりました。その間さまざまな困難に直面し、幾多の危機を乗り越えてきました。
最大の危機は何といっても、あの野党時代、野党に転落をした3年3ヶ月であったと思います。あの困難な時期を、当時の総裁、谷垣幹事長のリーダーシップのもと、私たちは乗り越えることができました。それを乗り越える原動力は、国家国民のため、立党の原点に立ち戻って、私たちは団結しなければならない、この使命感であったと思います。日本を取り戻す、この思いを一つにして、政権奪還の総選挙、ねじれ解消の参議院選挙、そして昨年のアベノミクスを問う総選挙、勝ち続けることができました。この間、私たちは経済最優先で取り組んでまいりました。確かにまだまだ景気回復実感できない、そういう方々がたくさんいらっしゃることは、私たちもよく承知をしております。しかし、この2年間、3本の矢の政策は間違いなく成果を上げています。中小企業、小規模事業者の倒産件数、私たちが政権奪還をした際よりも現在2割減少しています。この24年間で最低の水準になっている。お正月を迎えた新卒者の就職内定率、8割を超えました。大卒で6年ぶり、そして高卒では21年ぶりの高い内定率になっています。有効求人倍率も1年以上にわたって1倍を超え、職を求める人の数よりも、人を求める仕事の数の方が多くなっているんです。宿題であった正社員、正規社員の有効求人倍率も統計を取って10年間で最高の数字になっています。昨年は過去15年間で最高の賃上げを実現することができました。雇用も賃金も間違いなく良くなっています。この流れを私たちは変えてはなりません。むしろしっかりと加速させていかなければなりません。戦後以来の大改革に挑んで、成長戦略を前に前にと進めていきたいと思います。2年前の党大会、私は TPP 交渉に参加するに際して、必ず農業を守っていきます。私を信じていただきたい、こう申し上げました。私の地元は農村地帯でもあります。昔から朝早く起きて額に汗して草を引き、あぜや畝を整え、そして丹精込めて作物を育て、時には大きく変わる自然と戦いながら秋に収穫を迎える。農家の皆さんの手はゴツゴツしています。このゴツゴツした手で農業を支え、私たちの食を支え、そして日本の美しい景観を守り、伝統や文化を守ってきたんです。これこそが国の元いであります。しかし、この大切な農業、農家の平均年齢は66歳を超えました。大切な農業を守っていくためにも、農政の大改革は待ったなしであります。私は農業、大きな大いなる可能性を秘めていると思います。安倍政権において、この2年間、農産品を中心に農林水産物の輸出に力を入れてまいりました。この2年間で私たちは輸出を 36% 増やし、過去最高6000億円を超えたんです。やればできるんです。国土の小さいあのオランダ、農産物の輸出量は世界第2位です。日本の人口は残念ながら減っていきますが、世界の人口はアジアを中心に増えていく。そして、農産物、日本のような高い水準を求めているんです。340兆円の食市場はこれからどん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 成長していきます。このチャンスを私たちは逃してはなりません。
農協も改革をし、農家やそして地域の農協が創意工夫を生かし、消費者ニーズをつかみ、販路を拡大し、輸出を増やし、付加価値をつけ、6次産業化を進め、農業農村の所得倍増を目指し、若い皆さんが自分たちの努力や情熱や知恵で新しい知恵戦を切り開いていける、そういう分野に私たちは間違いなく農業を変えていく、そのことをお約束申し上げる次第でございます。これからの成長の主役は地方です。私たちが進める地方創生は霞が関発ではありません。地方発です。市町村にどん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 アイデアを出していただき、国は資金や税制や規制改革や人材や情報の提供でしっかりと応援してまいります。皆さん、ともに輝く活力に満ちた地方を作っていこうではありませんか。今日から3日後に4年目の3月11日を迎えます。まだまだたくさんの方々が困難な生活を強いられています。復興は道半ばです。しかし私たちが政権を奪還した際、全く計画ができていなかった住まい、私たちは政権奪還後直ちに全ての地区で計画を作りました。そして現在高台移転は9割、災害公営住宅で8割、事業がスタートしています。さらに住まい、なりわい加速させ、心身のケアにも力を入れてまいります。また遅れていた福島の復興も新しいステージに入りました。先般常磐自動車道が全線開通しました。たくさんの皆さんに福島を、東北を訪れてもらいたいと思います。ぜひとも福島の復興の起爆剤にしていきたいと思います。そして中間貯蔵施設の建設場所も決まり、今週からいよいよ地域の皆様のご理解を得て搬入が始まります。除染を加速させ、福島の復興を確かなものとしてまいります。福島の復興なくして、東北の復興なくして、日本の再生なし、この考え方のもと全力で復興に取り組んでまいる決意でございます。今年は先の大戦から70年目の節目の年となります。先の大戦においては祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、たくさんの方々がかけがえのない命を失いました。こうした尊い犠牲の上に現在の私たちの平和な暮らしがあります。平和国家としての歩みはこれからも決して変わることはありません。私たち自由民主党はこの平和を守り、そして日本人の命と平和な暮らしを守っていく大きな責任があります。この責任を果たしていくためにこそ、私たちはグレーゾーンから資産的自衛権の一部容認まで切れ目のない対応を可能とする安全保障法制を進めてまいります。戦争に巻き込まれる、こんな批判があります。1960年に安保条約を改正した際にも同じ批判がありました。この批判が全く間違っていたことはすでに歴史が証明しています。また徴兵制度が始まる、こんな無責任な批判もあります。立党60年を迎えた私たち自由民主党の誇りは、常に強い責任感を持ち、こうした無責任な批判に立ち止まることなく、やるべきことは毅然とやり遂げていったことであります。これからもそうです。
これからもそうです。国際協調主義のもと、積極的平和主義の旗を高く掲げ、国民の命、幸せな暮らし、そして日本の領土、領空、領海は断固として守り抜いてまいります。皆さん、日本にはまだまださまざまな可能性が満ち溢れています。その一つが例えば女性の力であります。本日も全国から魅力的でパワフルな女性の皆様にお集まりをいただきました。まさに輝く女性、こちらの方もこの辺ももちろんこちらも輝いています。すべての女性の皆さんが家庭においても、あるいは職場においても、地域においても、その持てる力を十分に発揮できる、そういう日本に変えてまいります。また今日は人生のベテラン、大ベテランの皆様にもお集まりをいただきました。皆さんが人生で培った経験や知恵をもっともっと生かしていくことができる、そういう日本に変えていきます。また今日は力に満ち溢れた若い皆さんにたくさんこの会場に足を運んでいただきました。若い皆さんは自由民主党の希望です。そして日本の未来です。皆さんにはその能力を十分に国民のため、日本のために発揮していただきたいと思います。自由民主党が政権を奪還して2年間、経済においてはマイナスからプラスに変えました。そして日本人の気持ちを諦めから希望に変えることができました。目標を失っていた日本から2020年という輝かしい目標を持つ日本に変えることができました。さあ皆さん、来たる統一地方選挙に勝ち抜いて、黄昏から新しい朝を迎えた日本の夜明けを確かなものとしていこうではありませんか。共に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。勝ちましょう。ありがとうございました。ご多忙の中、第82回自由民主党大会にご出席いただきましたご来賓の皆様、全国からお集まりいただいた党員党友の皆様に日頃のご協力と合わせて心から御礼を申し上げます。昨年の我が党の情勢につきましては、詳しくはお手元の資料の中の登場報告をご覧いただくことといたしまして、ここでは概略をご報告申し上げます。昨年は安倍総理が掲げるアベノミクスをさらに強力に推進させていくための安定的な政治基盤を確立した年となりました。年末に行われた第47回衆議院議員総選挙における勝利で、引き続き国民の皆様からの信任を得ることができました。党員党友の皆様をはじめ、ご支援いただきました皆様に改めまして御礼を申し上げます。ありがとうございました。1月24日に召集された第186通常国会は、好循環実現国会と位置づけられ、景気回復の実感を全国津々浦々まで届けるための規制改革や成長戦略関連の法案、消費税率 8% 引き上げに対応するための補正予算など、多くの法案を成立させることができました。特に26年度予算は戦後3番目の速さで成立し、閣法成立率が9割を超えるなど、衆参のねじれ解消を十分実感させる成果を収めました。9月29日に召集された第187臨時国会では、地方創生国会と称し、地方創生に関する法案や、全国各地で発生した豪雨災害などの災害対策の法案を成立させることができました。11月18日に安倍総理は、経済再生と財政健全化の両立を実現するため、
まずは国民全体の所得を押し上げ、地方経済にも景気回復の効果を十分に波及させていくことで、消費税率の引き上げに向けた環境を整えていくために、消費税の 10% 引き上げについて、1年半延期することを決断しました。同時に、国民経済にとって重い決断をする以上、速やかに国民の信を問うべきであると判断され、11月21日に衆議院を解散いたしました。12月14日に施行されました第47回衆議院議員総選挙は、安倍総理自らアベノミクス解散と命名し、我が党は景気回復、この道しかないを掲げ、安倍政権2年間でのアベノミクスの実績と、経済の好循環の流れを止めることなく、全国津々浦々へ広げ、国民生活を豊かにしていくことを公約として戦いました。我が党は291議席を獲得し、公明党と合わせ、与党で326議席を得て、総議席の3分の2以上を占めることができました。特に前回初当選議員の再選率が極めて高かったことにより、大量当選、大量落選といういわゆる振り子現象に終止符を打つことができました。その他の選挙におきましては、4月の衆議院鹿児島2区補欠選挙で、我が党公認の金子正夫候補が当選し、地方選挙では東京都知事選挙などの8つの知事選挙や、福岡や熊本の政令市長選挙で、我が党が推薦や支援する候補が勝利いたしました。一方、滋賀や沖縄の知事選挙では、あと一歩及びませんでした。政務調査会では、アベノミクスの効果によって生まれ始めた経済の好循環を確実なものとし、地方の隅々まで行き渡らせることを最大の課題とし、経済対策や予算編成、税制改正などに全力を挙げました。さらには地方創生や女性の活躍、エネルギー基本計画、また多くの議員立法も成立させるなどの政策活動を展開しました。特に国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない安全保障法制の整備に関しては、与党協議会を設け、数字に及ぶ議論を重ね、自衛の措置としての武力行使の審査要件など、安全保障法制整備の基本方針を取りまとめました。また衆議院解散から公示までの2週間を切るというハードスケジュールの中で、政権公約2014と政策集2014Jファイルを作成いたしました。組織運動本部では、各級選挙に着実に対応するとともに、120万党員獲得運動などを通じた組織強化に努めてきました。野党時代から実施しているふるさと対話集会の開催は、通算670箇所を超え、また各種団体協議会懇談会や政策懇談会などの開催による徹底的な団体対策を行いました。青年局は被災地訪問するチームイレブンや全国一斉街頭活動など現場主義に立脚した運動を展開し、女性局では児童虐待防止活動やリベンジポルノ問題対策に取り組み、議員立法を成立させる成果を挙げました。広報本部では、安倍総理の景気回復に向けた強い意志を国民に広め、それに向けた政策への理解を訴求する広報活動に徹しました。政治活動用ポスターやビラの制作、衆議院総選挙での各種広報物を通じて、ひたむきに景気回復に取り組む姿勢や、アベノミクスの実績を国民に伝わるように努めてきました。さらには、小中学生を対象とした自民党本部国会見学会の開催や、ニコニコ町会議3に自民党ブースを出展するなど、親しみやすい開かれた自民党を印象づける活動も展開しました。そのほか、中央政治大学院では、40都道府県連に地方政治学校を設置し、延べ2000名を超える受講者が学び、人材の発掘育成に努め、東日本大震災復興加速化本部では、第4次提言や
原発事故による汚染土壌を保管管理する中間貯蔵施設の建設に向けた福島県や関係自治体との合意、関係法案の成立、それらのことに取り組んでまいりました。また、憲法改正推進本部では、憲法改正や我が党の憲法改正草案の国民への理解を促進するため、都道府県連等主催の憲法改正研修会を積極的に開催しました。国家戦略本部では、2030年の日本を想定し、今後の日本が取るべき政策を検討する勉強会を開催し、その内容を書籍化し、2030日本未来図と題して出版いたしました。行政改革推進本部では、内閣官房、内閣府のスリム化、無駄の撲滅、独立行政法人改革などに取り組みました。次に平成27年運動方針案についてご説明申し上げます。詳細はお手元の資料をご覧ください。本年は立党60年、新たな扉を開こうというタイトルとし、先人たちが築き上げた責任政党としての決断と実行の歴史を振り返り、保守政党としての矜持を持って邁進すること、新しい未来を切り開くため、経済再生を最優先に、地方創生を日本創生と考え、アベノミクスを完遂することなどを前文の柱とし、政権公約に掲げた政策の着実な実行や、120万党員獲得運動の推進、統一地方選挙の勝利に向けた決意と、来夏の参議院選挙必勝に向けた取り組みを展開していく決意を記しました。ご参集の皆様のご賛同をいただけたらと存じます。次に、党則改正についてご説明申し上げます。党則改正はお手元の資料のとおり、政務調査会に会長代行職を置く規定の追加であります。次に、予算決算についてご説明します。平成26年の決算は、お手元の党大会資料のとおりであります。収支の詳細は、政治資金規正法第12条の規定に基づき報告し、総務省において公表されておりますので、ご了承賜りたいと存じます。平成27年予算については、組織広報活動や政策の立案など、政治活動全般にわたり、現在関係各部署と鋭意協議検討中でありますので、この際、執行部にご一任賜りますようお願い申し上げます。なお、副総裁並びに党規委は、党則上、党大会人事となっております。従来、副総裁を置くかどうかを含め、総裁にご一任いただいておりますが、昨年9月3日付で、高村正彦副総裁が再度指名されましたことをご報告申し上げます。党規委の選任は、お手元の資料のとおりでございます。60年前、政治は国民のものとの立党宣言のもと、我が党は各地に根を下ろし、根を生やし、地域の声をしっかり吸い上げて、国政に反映してまいりました。これこそが、まさに我が党の保守主義の基礎であります。そして長年にわたり政権をお預かりし、国民と共に歩んでくることができた、その原動力となりましたのは、まさに我が党の強固な地方組織であり、地方議員の皆様をはじめとする地域党員お一人お一人の力であります。二度の政権交代で下野しても、三度政権復帰できましたのも、各地域において我が党をお支えいただいたからこそでございます。そうした我が党組織にとって重要な選挙がいよいよ始まります。今回の統一地方選挙に必ずや勝利して、国地方と安定した政治体制をしっかり確立し、60年の節目の年に新しい一歩を踏み出していこうではありませんか。このことをここで皆様と誓い合い、以上、昨年1年間の党運営に対する国民、党員、党友の皆様のご理解とご支援に執行部を代表して、心から御礼申し上げ、登場報告とさせていただきます。ありがとうございました。